が見守るその目の前で右足のキック、東巻いてきてポストに当たった、こぼれてクロスボール、シュート、先制ゴール、アウェーの長野が先制しました。勝俣の先制ゴールです。後半の15分、アウェーの長野先制に成功しています。今のシーンです。東のキックがバーを叩きました。跳ね返ったところ繋いで、最後は勝俣の右足。